ピッチは降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。キックオフの笛です。攻めきれない。オフサイドを取りに行った。センタリング。前半15分、さあここからどう攻める。体を入れてきます。上げてきた。吹かしてしまった。折り返す。マイナス方向へのパス。おっと、ここからシュート。キーパー真正面。しなやかなボールタッチ。ドリブルで上がる。中へ放り込む。ジャンプ。シュート。ポスト直撃。シュート。これはゴールキック。これは惜しい。
よく前を見ている。ジャストミートできない。軸足がちょっとブレましたね。ヘッドでシュート、キーパー正面。一進一退、落ち着いています。これは大きなミス。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わった後半開始の笛です。走り込んできた。合わせた。さあ、どちらのボールになるのか。シュート、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。見事な先制点。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。スローインです。抜かれた。放り込んできた。これはちょっと危険なプレーでした。スペースを見つけた。前が空いた。ここで折り返す。ヘッドパス。後半20分経過。シュート。コーナーキックを得ました。
彩な攻撃を見せてくれるか。華麗なドリブル。さあどちらがボールを支配するのか。選手交代が行われるのでしょうか。取り損ねた。主審ファールを取りました。選手の交代。コーナーキックを得ました。いけいけドリブル。スペースができている。中へ上げる。これはもったいない。ちょっと力んでしまいましたね。ヘッドで。繋げればチャンス。折り返した。ジャンプ。耐え抜いた末の貴重な一点で勝利を得ました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。